井戸の壁。長くなりそう。小3の時だからもう10年以上前の話。片田舎に住んでたこともあって、ゲームとかよりも外で遊ぶことの方が多かった。特に小1から仲の良かった俺、A、B、C の4人はリーダー格だった C の家に隣接している結構深い林でほぼ毎日太陽が沈むまで遊んでた。何年も遊んでたおかげで林の構造は熟知してたつもりだった。ある日、いつものごとく林に入って遊んでいると急に A がいなくなった。もしかしたら迷子かなとよくあることだったので、来た道を戻りながら探した。5分もしないうちに C の家から500メートルくらいのところで A の横顔を見つけた。何しようと、早行くばい。あんさ、こんなところに井戸やらあった？ A が指さしたところに確かに今まではなかったはずの井戸があった。蓋がかぶせてあって屋根みたいなものから桶がぶら下がって蓋の上に置いてあった。なかったやろ？ A の言葉に少し恐怖を覚えたけど、さすがは子供、恐怖はすぐに興味に変わって蓋を開けてみることにした。井戸は多分直径1メートルくらい。そこがかろうじて見えるからそんなに深くはなかった。なあ、懐中電灯もあるし誰か降りてみらんや。 C の提案に賛成して一番小柄だった俺が降りることになった。桶の縄にぶら下がって降りていくと、意外と井戸が深いことに気づいた。上から3人が覗いているのが見えるけど、すごく小さく感じた。井戸の底には落ち葉がいっぱい溜まっていて、なぜかどれも乾燥してなくて真新しかった。なんかある？手渡された懐中電灯の光で辺りを照らすけど、大したものは見つからなかった。なんもないよ。そう答えようと上を見上げた瞬間、ただでさえ暗かった井戸の中が真っ暗になった。数秒何が起こったか理解できなかったけど、すぐに蓋を閉められたと気づいた。ふざけんなよ、開けんや。下から一生懸命叫んでも一向に開く気配がなかった。加えて運悪く唯一の光源の懐中電灯の光が明滅し始めた。泣きそうになりながら叫んでも蓋は開かなかった。そしてついに懐中電灯の光が消えて真っ暗になった。どうすることもできない状況で狭い空間に真っ暗にされて閉じ込められた恐怖は想像に難しい。頭が変になりそうになりながらも叫び続けた。すると今まで消えていた懐中電灯がふと光を再び灯した。真っ暗だった空間に光がついたことで一気に安堵して、3人が蓋を開けるのをゆっくり待つことにした。静かにしてればきっと3人は開けてくれるだろうと考えた。壁に背を預けて座ると目の前の壁が照らされた。さっきは気がつかなかったけれど、取っ手みたいなものが少し上の方にあった。縄を少し登って取っ手を引っ張ると隠し扉みたいに井戸の壁が開いた。恐怖というよりも忍者みたいですげえという興奮の方が大きかった。すぐに縄を降りて穴を覗くと一気に冷や汗が湧いた。4畳くらいの大きさの壁の穴一面人形、人形、人形。種類も大きさもバラバラで全部俺の方を向いていた。恐怖で動けずにいると一番奥に何やら大きなものがあった。少しずつ光を当てていくと徐々にそれは姿を現し始めた。ボロボロになったズボンを履いた足、真っ暗な手とシャツ、胸まである髪、そして顔を照らそうとした瞬間、髪の毛をいきなり掴まれて転んだ。
心臓が飛び出るかと思うくらい跳ねて泣きわめいた。手当たり次第に手足をぶん回すと、何かにうつ伏せに押さえつけられた。手から離れた懐中電灯が俺の胸に乗った人形を映したところで、俺の記憶はなくなった。次に目を覚ましたのは C の家だった。目を覚まして一番に俺は C を殴った。バカ、クソ、ね。文句言いながら殴っていると C のお父さんに止められた。A も B も C もみんな泣きながら俺に謝ってきた。ことの顛末はこうだ。俺が降りた後、案の定 C の提案でちょっとの間蓋を閉めることに。すぐに開けるつもりだったけれど、いざ開けようとすると、さっきは二人で軽々開いた蓋が持ち上がらない。三人がかりでもびくともしない。何かやってしまったのかと思い、急遽 C がお父さんを呼びに戻った。その間も A と B は俺の叫び声を聞きながら開けようと必死だったけど開かなかった。 C がお父さんを連れてきた頃には俺の声も消えて、 A も B も疲れ果てていた。開かないなら壊せということで、大きなハンマーを C 父が持ってきていて、蓋を叩き割った。そこには俺の姿は見えなかった。急いで C 父が下に降りると、壁の穴の中で人形に取り囲まれて、胸に人形を抱きしめた俺が眠っていたらしい。引っ張り上げるのに B のお父さんも火星に来たと。そして今俺が目を覚ますまでも、 A も B も C も一日中ついていた。つまり俺は丸一日眠っていた。ずっとここに住んどるけど、あんなところに井戸やらなかったはずやけど。C 父が言ったこの一言に恐怖が再び湧いた。その後井戸は埋められた。お坊さんも来てたから多分なんかあったんだと思う。一番奥にあったのは誰かの死体だったのかもしれない。今じゃもうわからない。今でも井戸と人形には近づけない。マネキンとかでも冷や汗が出る。長々とつまらない話にお付き合いいただきありがとうございました。